ってきました。帰ってきましたということで、はい、ちょっと宗谷君と、徳ちゃんがお仕事で、はい、今日いないので、はい、あの料理作るだけ作って2人に後で食べてもらおうかなと、はい、で今回あの釣りじゃなくて今日がメインで、うん、あの児玉さんが作ってくれたイカ回転機、はい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 、でアジのみりん干しを作りたいってことで釣り行ったけど、はい、サバがほとんどです。でもまあサバでもいいからみりん干しをとにかく作りたいなというので、はいはい、今日がメインです。ここでも釣れたんですね。結構いやすごかったね、入れ組でしたね、めっちゃいた。でお隣の人からイカもいただいたからついでにイカも回そうかな。イカ回しじゃあ、はい、そう釣り岡ではまだ出てないんだもんね、あの回転機はですね。そうですね、加賀岡をご覧ください、はい、あの作ってる様子と、もうイカは40匹ぐらい回転させてるんで映像がこれです、はい、おおはい、はい、途中までちゃんとこれに入れてやろうと思ってたら、はい、猫が、そうなんですよ、マジで猫が取っていくから、いや別にあげても全然いいけど、今法的にもあげちゃいけないやろ確か。ああそうなんですね、うん、野良猫に餌やったら法律違法っていうのが多分 4,5 年前に決まったから、うんうんうん、あ迷惑防止条例とか、そうそうそう、多分そういうので、よし、じゃあこれを児玉さん開きまくるお仕事です今から。頭は半開きます。あ、落とすんですね。どっちでもいい、確かに。あの クリップとかつけるなら頭あった方が。頭を挟む、頭を、あ、だから尻尾を挟むか。頭ありでいきまっか、いきまっか。どちらにしろ飛んでいくと思うんですよね、頭は。挟んでも頭じゃあ切ろう、落としますか、うん、はい、まだおった、あ、行ってないんか。あ、もう帰ってきたぞ何をしてた。あー、おかえりなさいませ。昨日の料理してるよ。あら、結構釣れとんね。うん、36匹目安で頑張ったけどね。うん、結構あれですね、身がやばいですか、うん、あー、ほんまや、すごい。キンキンに塩で締める。あ、でも後でやりますよ。骨はいいっすか、そのままで。骨そのままでいいっす、はい、サバやばいね、これ柔らかいっすねむずいな、足が速いっていうのは、うん、まさにこの状態ですね。はい、この状態、これあれっすね、あの氷にしっかりひっついてなかったところは、あー、なるほどね、ちょっと、はい、冷たくないやつもいますもんね。じゃあちょっともう焼けてんの、身が。かなりそんな気がします。増えるの、大丈夫でしょう、干してしまえばカリッカリに。塩をこう、はい、塩につけて、身が切れるというか、むずい。本当は味が良かったけどね。ですね。ちっちゃかったんだ味が。味だってサバの2分の1以下ですもんね、これ。なんなら途中からサバ狙ってたもんな、俺は。これはだいぶ豆味ね。全部そのサイズです。でも冷たいやつ。冷たい。冷たいけど、はい、冷たいけどちゃんとあの身が焼けてる。からなんか単純にサバの足が速いだけな気がするな。ですね、うん、あ、氷入れるまででやられてそうね、はい、確かに、はい、ちょっとコンビニ寄ったりしてたもんね、あれ最初から持っとかないとダメだったな。それでもどうやったんすかね、ヤルさん。でもそうやって準備していくと釣れないんですよ。そうそうなの。この間あのハモの時めちゃくちゃ氷とかしっかり用意周到に、あのどうやったらアンモニア臭くならんのかみたいなのとか調べて、氷いっぱい買ってって準備万端でいったらでもマジであれあるあるだもんな。たもたもとクーラーがないと気が釣れる。そうそうそう、これさ、ビニール干しにするサイズじゃねえよ、やっぱり親指したり、これさ、煮干しですね、素揚げとか南蛮漬け、南蛮漬けにするよ。これ内臓だけ取ったら食えるんじゃない、頭も、うん、ね、このまま絶対美味しいから食おう、ね、ちょっと豆味すぎましたね。ね、よし、ちょっと素揚げするよ、こっち。はい俺さ、失敗じゃねえかなちょっとさ、確かにですね、今からこすにしても無理だからさ、揚げます、南蛮にしようか、はいはい、今日この開いて揚げたら、ね、開いて南蛮にして、はい、
で、リベンジ塩を回すのは、だって味じゃなかったからね、はい、なんかいけるやろとか思ってたけど、ちょっとあの、足が、サバの足が速すぎて、はい、ちょっと怪しいのと、はい、細にも多分これちぎれて吹っ飛んでるから、ね、リベンジします、すみません、はい、今回は南蛮漬けを作ります。はい、はい、玉ねぎ、ねぎ玉、玉ねぎは薄切りでいいですかね、それともそこそこ厚みがあった方がいいですか。薄切りが好き、薄いやつですね。薄切りお願いします。さすがです。いや、3回に1回しか切れとらんけど。それでは私、はい、お酢を入れます。うっす、お酢1、水1、で、これ温めないらしいけど、俺は温めるのが好きです。了解です。あ、温めないですね、あれ違ったっけ。いや、わかんない。普通に温めて料理するんじゃないですか。うるせえ。普通はね、温めて料理する、うるせえ。あれ、温める方が好きなんじゃないですか。あれ、春日ね、今の漫才の春日ね、あれ好きなんだ。うるせえ、胸張って言うやつですね。ダメだ、こいつ界隈なんで。めっちゃ好き。砂糖も入れます。はい、ここはね、結構入れますね、これ。結構入れます、ね、大さじ6って書いてあるんだよね。で、醤油とかはこれの倍入れたから大さじ12なんだよね。で、今多分大さじ2ぐらいなんだよね。ちょっと信じれないから、そんなもんで、うん、少なめにしてみるわ。人参あります。おぉ、人参あります。人参、うっせぇ、皮付き人参。はい、こうね、ちょっと、はい、皮取りました。取れてます、取れてます。取れてます、取れてます。往年のギャグしとった。取れます。足を試合です。はい、ジュしとった。聞いたことはあるぐらいで、誰がやってるか知りません。取れます、取れます、よし、取ります。片栗粉揚げがいいかな。米粉と片栗粉にしとくかな。はい、そうですね、さっくり揚がるんでしたっけ。さっくり揚がりますよ。美しい薄切り、美しい人生よ。美しい、美しい、おー、知ってんの、その顔。そこだけしか知らないです。長口剛です。そう、そうそう、ほんだし、味の素、うまみ成分。はい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 。醤油、醤油、むずいな。おろ、やっぱ砂糖規定量入れた方がいいのかな。イカの醤油だ。あ、いいね。のすだち味、それいいです、ね、ちょっと酸味が合わさっていい感じになるんじゃないでしょう。爽やか系の美しい人生よ。さあ、だいぶ加わりまして、天才です、天才です。柚子の香りがエネルギー満タンでしょう。ヨネス、ケンジ、ケンジ、はい、パプリカ、米粉と片栗粉を1対1で、はい、やってみました。はい、あー、でもやっぱ緑が欲しいな。緑、はい、ネギさん、ネギの青い部分を使います。これで彩りが、緑がプラス、はい、それでは、はい、温度が上がりましたので、はい、揚げていきます。はい、はい、えい、うぅい、順次はうわぁ、えい、砂糖に塩を入れようとしてる男がいます。グラニュー糖でしたね、これ。グラニュー、本当に、はい、本当に。あ、かげ俺、サバにそれ振ったけど。え、それグラニュー糖ですか。俺、塩だと思った。俺、それサバに振ったぞ、洗ったけど。甘みが確かに、もう見た目は完全に塩だね。そういえば、俺、こだまさん冗談で言ってるかと思ってた。いや、じゃあそれは砂糖に入れるわ。ってことは、サバは甘くなってちょっといいんじゃないですか、ね、南蛮漬けなんで。そうだね、ちょうどいいかもね。いいのかな。野菜、
そうですよね。はい。出たんすか。いいですか、全投入して。いいっすよ。はい。彩り豊かな南蛮漬けでーす。はい、うわー、めっちゃいい。おー、うまそう。ジュワー。うまそうね。うまそうですね。足が速い傷んだサバが、こんなにも美味しそうになっております。はい、で、あとは最後、アジ。はい。パクパクいけるやつです、ね。絶対うまい。もう全部入れましょう。豆味すぎるな、本当これ唐揚げだな。豆味。はい、完成でーす。はい、入りきりますか。入る。うわー、うまそうじゃん。で、冷蔵庫直せばいいからね。めっちゃいいですね。わ、いい匂い。夏の訪れ。柚子風味のサバ味南蛮漬けができました。食します。はい、はい、完成しました。うまそう。南蛮漬けでーす。最近村さんうまいですね。いい、俺南蛮漬けめっちゃ好きじゃん。ただあの柚子風味だからね、今回は。めっちゃうまそうやん。いただきます。いただきます。野菜をたっぷりとって、うまそう。そしてアジをとって、これサバ、アジ、うまし。アジ、アジとサバ、これ出来たてが好きなんですよね。あったかいやつがね。そう、もっとこれ酢効かせてもいいレベルやった。うん、うまし。うん、うん、うまい。ちっちゃい味うめえな。うまい。確かにですね、いつもむせるけど、うん、むせないからもうちょっと酢入れて、はい、でも俺好き。うん、宗男くんのやつはめっちゃ酸っぱいやつ作ったけど、まあ好みだよね。めっちゃ酸っぱいのが好きだったり、うん、今回のは好きだったり。サバもいってみよう。あてか、サバいってみよう。砂糖漬け、サバグラニュー糖漬けの旨味が増してるでしょうね。サバいきます。サビキで、サビキめっちゃ釣れた。マカレのうちこのサイズがボコボコ釣れるもんね。うまし。サバうまい。うん、うん、うまい。めっちゃうまい、サバ、うん、めっちゃ可愛いサイズだ。考えてみたらサバ南蛮ってあんまりないですもんね。うん、うまい。めっちゃうまい。うーん、サバ南蛮めっちゃうまい。アジより好きかもしれん。 うまい。もうよだれ出てるんちゃう。ということで、はい、回転機はまた次回リベンジします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。マスリオカサガヨカではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。